今回は、このゾンビ、村人式トラップタワーを紹介します。作成は 1.3.2、クリエイティブモードになります。早速中に入ってみましょう。最初に性能を紹介します。ここに5分間貯めてあるアイテムの山があります。5分間の合計は、892アイテム。毎時間3で、10,704アイテム。平均では毎時10,000前後となっています。トラップタワーの性質上、腐った肉型の3分の2ほどになります。次に構造を紹介します。あちらが湧き層です。このトラップタワーの湧き面積は、1層が106、それを6層重ね、合計は636となっています。暗くて少しわかりにくいですが、ゾンビが湧き層を常に時計回りに周回するように設計してあります。このままでは少し暗くわかりにくいので、スモールスケールを用いて詳細な構造を紹介します。移動してきました。こちらが湧き層1層分の簡易モデルです。湧き層の中心には、村人が収められています。この村人の部屋から2マスを開けて、周りを湧き層が囲っています。このトラップタワーは台にもある通り、ゾンビの力を利用したトラップタワーになります。要のゾンビは、距離15以内にいる村人を感知し、向かっていく性質を持っています。たとえ村人に接触するルートがなくても、最も近いマスへまっすぐ向かい、到着するとその場所で動かなくなります。この湧き層では、この感圧板の場所が一番近い場所になります。なので、湧き層にゾンビが湧くと、この感圧板のマスに向かって歩いてきます。感圧板を踏むと、ピストンがゾンビを押し出し、また同時に感圧板マスへのルートを塞ぎます。するとゾンビは、迂回するルートを取り、また感圧板の場所に戻ってきます。こんな風にして、常にゾンビを時計回りに巡回させています。この歩行途中にモブがいれば、ゾンビが押し出して、下に落としてくれます。この二つ並んだピストンの右は、過密に並んだゾンビの間を広げたり、間引いたりするものになります。基本的な構造はこんな感じです。実際は、湧き層をもう少し大きく取ってあり、このような構造になっています。ゾンビが村人を感知する範囲内に、なるべく無駄歩きを減らし、落とすまでの時間が長くかからないように設計してあります。一層分の必要材料は、湧き層用のブロックが106個、曲がり角の板ガラスが38枚、ピストンが3つ、リピータが2つ、パウダー3つ、感圧板1枚、そして、部屋用のブロックが40個ほどです。全体ではブロックが56スタック、3600個強と、資材はかなり少なくなっています。このゾンビ、村人式では、複雑なレッドストーン回路を排除した、簡略な構造でも毎時8000ほどの性能が出ます。例えばこんな感じ。中央に村人を置き、電気コンロのように、ぐるぐる湧き層を巻きつけただけの構造を、4層重ねてあります。
これで毎時8000です。最後にまとめます。このトラップタワーの長所。1、必要資材が少なめです。すべての資材がラージチェスト2つに収まります。2、動作は非常に軽快です。負荷は24、32式と同じぐらいです。3、比較的アップデートに強いと思われます。これまでたびたび行われてきたモブ移動低下という負荷対策に関しては、モブが動かなくなるとおしくらまんじゅうし合うことがなくなり好都合なので、このタイプの変更には非常に強いです。このトラップタワーの短所。1、建築がやや難しいです。村人を階層分連れてくる必要があります。バージョン 1.4 からはポータル経由で輸送が可能になるので多少楽になります。2、あらゆる面で24、32式のトラップタワーにかないません。唯一かなうのはアップデート対策ぐらいですが、結局どのトラップタワーも仕様変更で動かなくなるリスクが存在することには変わりありません。3、おそらく毎時1万ほどが性能の限界です。ゾンビの歩きの速度に依存しているので、どうしてもモブ処理に時間がかかってしまいます。以上です。現状としては性能は9大点ではあるものの、かなり微妙なトラップタワーです。現行のトラップタワーが使用不可となった場合の代替品というのが妥当な評価かと思います。ご覧いただきありがとうございました。